新機能で1日で作れる VTuber モデル。ライブ 2D キュビズム 5.1 の新機能を使用して手軽にできる VTuber モデルの作り方を解説します。まずは新機能使用するとどうなるのか。一つ目がこちらモデルテンプレートという機能で、テンプレートの動きをモデルに自動で付けることができる機能です。もともとあった機能ですが、5.1 でさらに使いやすくアップデートされています。二つ目は揺れの動きを自動生成という機能で、髪の毛などの揺れの動きを自動で生成できる機能です。揺れ具合なども細かく調整できるので、とても便利なものになっています。これまでのライブ 2D はキャラクターを動かすまでの道のりが長く、初心者の方にとっては少し難しいものでした。ですが、キュビズム 5.1 に追加された新機能のおかげで、ほとんどの作業を自動化、短い道のりでキャラクターが動いた時の感動を得られるようになりました。初心者の方でも真似しやすい作り方になっていると思うので、これを機会にぜひチャレンジしてみてください。今回配布しているデータの中にはモデルテンプレートが4種類入ってまして、これらを使用して VTuber モデルを作っていきます。体のテンプレート適用するので、こちらのアイコンで全て展開して、下の方をスクロールしまして、右襟から右上腕までをシフトをしながらクリックで選択します。選択できましたら、モデルテンプレートの一覧もう一度開きまして、体のテンプレート軸と書かれたこちらをクリックします。クリックしますと適用設定画面が開くので、ここで点滅しているのがモデルテンプレートなんですけれども、これを実際のモデルのサイズに合わせて調整していくということになります。クリックすると赤い枠のバウンディングボックスが表示されると思います。シフトとオルトを押しながら、こんな感じでまず全体のサイズを大きくしていきます。今回のモデルはですね、ここの幅を合わせるようなイメージで調整するとちょうど良くなると思います。上下の移動もシフトを押しながら、なるべく中心点がずれないようにしていただければと思います。ここまでできましたら、こちらのプレビュークリックしていただくと、ここで適用後の動きを確認することができます。こんな感じである程度精度の高い動きを自動でつけれるというのがモデルテンプレートになっております。顔の動きを自動生成とモデルテンプレートを併用して顔の XY を作っていきます。パラメータパレットから顔の動きを生成で動きを生成クリックします。クリックしたらダイアログの角度 X クリックします。もうこれだけで顔の動きが生成された状態になります。スライダーからですね、細かく素材ごとに調整が行えるんですけれども、このデフォルトの設定でも綺麗に動いてるかなと思うので、今回はこのままにしたいと思います。では続けて角度 Y 同じようにクリックして生成しまして、これもデフォルトのままで。で四隅も作っていきます。でこの状態で OK クリックしていただければ、この鎖みたいなマークでパラメータ同士結合できるので、結合してみてグリグリ動かすと、ほとんどワンクリックでこの動きが生成できるようになっています。物理演算設定、こちらでも開いていただくと、こんな感じで顔と体がマウスに追従して、髪の毛もそれに合わせて揺れるようになっている。これだけですでに VTuber っぽい動きが作れてるんじゃないかと思えるモデルになっています。昨日までで全てのパラメータに半自動で動きをつけられたというところになっております。うんで今日はですね、そんな半自動でつけられた動きを VTuber モデルとして完成品まで持っていこうという内容になっております、うん、今の閉じ目の形を見てみると下向きのカーブが強いと思いませんか。水平になるように調整していきたいと。笑顔の方は逆にもうちょっとニコッとしててもいいんじゃないみたいなところがあるので、今からですね全体的な曲がり具合みたいなのをですね調整していきます。それではですねデフォルトの笑顔0からやっていきましょう。これらのオブジェクト全部一気に動かしたいので、まず編集レベルを3に変更します。で、この状態でですね、変形パスツールに切り替えまして、変形パスを配置していってあげます。このような形ですね。このようにですね、複数のオブジェクトを選択している状態で変形パス配置しますと、これらのオブジェクトですね、一気に形を変えることができます。変形パスでまあ平らにしていくんですけど、何をどれくらいですね動かしたかっていうのを分かりやすいようにですねスナップショットを撮影して視覚的に分かりやすいように作業を進めていきたいと思います。まあ要は漢字の位置みたいにしたいわけなので、目頭部分のポイントは少し下げてあげると、目尻部分のポイントも少し下げてあげると。でこの状態でスナップショットを切ってみると、まあ、こんな感じでですね漢字の位置みたい平らな状態になりましたと、うん。で笑顔目の方もですねカーブ感調整していきます。笑顔目にするとこの変形パスがですね形に合ってないっていう状態になるんですね。
で変形パスってこの変形パスツールに切り替えて再度ですね点を選択していただくことによってこんな形で後から形を変えられるんですね。こっちもですね、形に沿うように合わせてあげると。でこんな感じでですねカーブが実際のパーツと合ったとなりましたらですねカーブ感強めていきます。変形加える場合はですね矢印ツールに切り替えます。でスナップショットですね分かりやすいように表示します。で今回ですねカーブを強めたいのでまたですね目頭のあたりですね少し下げてあげます。で目尻のあたりも下げてあげると。で真ん中あたりもですねちょっと全体的に高いかなというところがあるので少し下げてあげます。スナップショット切ってみるとこんな感じですね。このような形になっていれば OK です。この状態でちょっと動きを見てみますと左目ですねこんな感じでこの動きが整ってて元の右目がこのような形です。全体的な位置とかですね全体的なカーブ感をいじるだけでちょっと印象っていうのは大きく変わるというところがあります。顔の輪郭のシルエットというのをですね調整していきたいと思います。今回はですねデフォーマーでなくアートメッシュに手を加えていきます。まずはですね変形パスツールに切り替えて輪郭に点を配置していきます。顎から始まってエラの部分とか耳の付け根とか、線の切れ目ですねなんかに点を打っていってあげて反対側も同じところにポイントを打ってあげると、だいたいこう左右対称に点が配置されているといいかもしれないです。で顎の部分ですねコントロールとオルトを押しながら角にしてあげます。この状態にできましたら角度 X ですねキーを打ちましてマイナス側にキーを移動させます。このマイナス側の場合は左側にポイント多めに配置していきます。中間に1個点を増やすような感じでポイントを増やしていきます。この状態までできましたらおでこの丸みを意識してこちらのポイントをシフトを押しながらですね移動量を上げてあげます。で次にですね目のくぼみ眼下を意識してシフトを押しながらこちらのポイントですね少し下げてあげます。次はこの頬の部分をちょっとこうぷくっとなるようにですね膨らませてあげます。基本シフトを押しながら移動させてあげるのが良いです。でこの頬の下の点も少し移動量を下げてあげて移動量を下げてあげると少し顎引き気味の人みたいになるので顎の移動量ですね引いた分だけちょっと上げてあげます。今奥側を全体的に変形パスで調整したんですけれども手前側も少し調整加えてあげると良いかなというところでございます。エラーの部分を目立たなくするという調整を今からやっていきます。シフトを押しながらこのエラーの部分ですね掴んでいただいて少しですねエラーの頬張りみたいな部分をちょっと押さえてあげます。その次に一つ下の部分を選択して少しですね移動量を上げてあげます。そうするとですねこう滑らかなカーブになるんですね。エラが張ってるような印象がちょっと緩和できると。で形をビフォーアフターで見てみますと調整前がこちらで調整後がこのような形ですね、はい、で顔のシルエットはですね一気にですね顔の印象を変えることができるので調整するのがおすすめかなというところでございます。次はにじまライブを起動していきます。はい、もう今こんな感じで動いていると思うんですけれども、こんな感じでですね、自分の動きと連動させて動かすことができます。なんかモデルが自分の動きと合ってないなってなった場合は、のカメラ設定から表情リセットっていうのを押すと、今私の動きと合った感じになったかなと思います。こんな感じですね。はい。楽しくなりますよね。トラッキングすると。何でしょう、やっぱり動いてるところを見るのが一番楽しいと思うので、やりがいというか達成感とかそういったものを強く感じると思います。